演舞開演。どうも、本日はこちら、イカサッポロじっくりコトコト煮込んだ本格チキンクリームを飲みたいと思います。では、お湯を注ぎます。混ぜます。混ぜ終わりました。では、飲んでみます。このお肉、侮れませんね。スープの具材なのでチキンは少なめですが、しっかりと食感がそれでもあって、さらにまろやかなクリームの風味とともにそれが口の中に広がって体を温めてくれて、とっても美味しかったです。身も心も癒されるというやつでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。